します。京都桜よさこい、私たち3回目の参加になります。本当にですね、デビューしてから初めて、県外のお祭りに出たのがこの京都桜よさこいでした。毎年この時期が本当に楽しみでですね、今年もこうやって皆様の前で演舞ができますことを心より嬉しく思っております。先ほど演舞の紹介させていただきました。京都にもゆかりのあるストック上皇をテーマに今年は楽曲制作をさせていただきました。本日この振りが、今日の最終ステージでありまして、また私たちにとってもこちらのステージが今回今年の曲の、振りの最後の踊り納めとなります。どうぞ最後まで温かいお手拍子、お心拍子のほどよろしくお願いいたします。そしてですね、皆様どうぞカメラお持ちの皆様、うちはちょっとカメラマンが今日おりませんので、ぜひたくさん撮っていただきまして、インスタですとかツイッターですとかでですね、よさこいで調べとハッシュタグいただければ本当に嬉しいので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、心込めて踊らせていただきます。調べ2024年楽曲つなぐ無限法要、踊り子構えて。激動の人生引き裂かれてもなおいつか会いたい。
越しと温かくご覧いただきました皆様に感謝の礼、ありがとうございました。ありがとうございました。お、ご撤収。またこのステージ来年も戻れますことを楽しみにしております。ありがとうございました。はい、調べの皆様でした。ありがとうございました。